私の名前はナミ、狭山女子高校に通う2年生。なんでこんなに遅くまで起きているかというと、ようやく完成。やば、早く寝なきゃ。これだから女子校は嫌なのよ。今日は2月14日。実は女子校でもバレンタインデーは特別な日となる。ただし共学とは違って友チョコ戦争。女子校のバレンタインは女子の女子による女子のためのビッグイベント。恐ろしい戦争が起こる日なのだ。おはよう、メル。ナミ、あんた眠そうだね。まあ私も朝4時起きだけど。マジでこの風習ヤバすぎでしょ。ほんと謎。既製品だと手抜きしたとかって後から悪口言われるらしいしね。女子校の友チョコ戦争あるある。チョコは手作り必須。よし、行きますか。うん。超可愛いじゃん。美味しそう。マリはもう10個ももらったらしいよ。私まだ5個だ。やばい。ナミ、おはよう。うわ、早速来た。ちょっとこっち来て。これこれ。炊飯器？どういうこと？これ学校で作ったの？そうだよ。朝5時に来て頑張ったんだ。すごいね。女子校の友チョコ戦争あるある。過剰に張り切る子がいる。あ、じゃあ私からも。あ、ありがとう。これで7個目か。やばい、30はいかないとカースト下がりそうね。じゃ、女子校の友チョコ戦争あるある。もらったチョコの数でカーストが決まってしまう。最初からパンチすごかったね。うん、しんどいわ。あー、ナミはい、これ友チョコ。よかった、今回は普通そうだな。じゃあ私からも。ありがとう。私すっごい頑張って作ったんだ。食べて食べて。うん、じゃあいただくね。ねえねえ、食べてみてよ。うん、うげえ。女子校の友チョコ戦争あるある。料理ベタを通り越して兵器のようなチョコを作る子がいる。ナミ、私もバレンタインあるよ。お、トモヨ、どうぞ。へえ、和風女子のトモヨもチョコ作るんだ。うん、ありがとう。ずんだ餅、こんなパターンもあるの？女子校の友チョコ戦争あるある。ずんだ餅を持ってくる和風女子がいる。そして壮絶な友チョコ戦争は放課後まで繰り広げられた。しょっぱいのも食べたくなるかと思って。いや、バレンタイン全く関係ないし。これ賞味期限大丈夫？あはは、去年の残りだけど火を通してあるんだから大丈夫だってば。なわけあるか。ハッピーバレンタイン。いや、これ絶対に死ぬやつじゃん。やっと終わった。ナミ、呼んでるよ。そうだ、これが残ってたんだった。あの、実は私、ナミ先輩のことずっと好きでした。付き合ってください。ごめんね、私男の人が好きだから。そんな、ひどいです。質問しました。私が悪いの？女子校バレンタインあるある。女子から女子への本命告白。疲れた。まさか5人から告白されるとは。大変だったね。はあ、本当に女子校のバレンタインデーって大変すぎ。もういいや。